それでは本日お迎えしました講師の先生を改めてご紹介させていただきます。佐野先生は1928年生まれ、広島市郊外の工場で働いていた17歳の時に原爆に遭遇しまして、被爆直後の広島市内を当時先生の唯一の肉親であったお母様を探して歩き回る70年前の原爆の惨状を目の当たりにしました。その後、苦学の末に東京大学理学部を卒業後、お茶の水女子大学理学部助教授、それから東京都立大学の教授、また総長、大妻女子大学の学長を歴任され、現在は三鷹市原爆被害者の会の副会長を務めておられます。70年前のまさに今日、8月6日の広島の惨状をご記憶されたその先生のお話をどうぞ最後までお聞きください。それではその先生、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ただいまご紹介にあったんですけど、17歳で原爆の広島の後で母親を探して約1週間かかりました。まあ、その本当は思い出したくない光景なんですが、今の時代ではそれも思い出さざるを得ないことだろうと思って、今日の講演に引き受けさせていただきます。先ほどありましたように、後半1分間ぐらいの質疑応答はございましたが、あれは何かというのを後で遡って、おっしゃるのも大変でしょうから、もし、説明が必要だというようなことがあれば、途中、手でも挙げていただければ、ご説明をしたいと思います。これ、電気はいくらか、おかげでいますか、個人的に。今日ニュースでご覧になったでしょうか。これが今日の平和式典例祭の現状です。人ご覧になったので、これがすぐその日のここにこういうふうにお見せすることができるようになりました。本当に今日の朝のように広島は天気晴朗にして非常に気持ちのいい日でした。で、この広島の記憶ということでお話をいたしますが、最初の10年近くは原爆ドームもこのように晴れたままで手入れもされない状況でございました。で、三鷹市の平和の集いということでございますので、戦争に関してもちょっとご紹介をしておきたいと思います。先日池上彰のテレビ番組で8月15日は何の日かと終戦の日と答えられた人が 57% しかいないということがございました。まあ、70年経つと、そのぐらい記憶が薄れていくものかと思った私もあぜんとしたんですが、これは今の高等学校の社会科の教科書から取ったものですが、1940年の後半、ちょうど戦争が始まる直前からの5年間はどういう、状態だったかと言いますと、まあ、その前に、日中戦争が始まったということがありまして、で、国家総動員法。これは国を挙げて国策に従うようにしましょうという大変大きな法律でございます。これによって、もう国はいろんなことが、
直令天皇陛下の命令によって、行うことができるようになりました。それで、その頃しかし、もうすぐに物資は不足いたしまして、39年にはお米なんかが配給になります、統制されたわけですね。今のようにお米が余って困ってるというのは本当にもう信じられないような時代です。そしていろんな徴用令、人的資源も足りないということでいろんな徴用が始まり、もちろん男性も女性もそれから若い人も老人も引っ張り出す。その辺につきましてはまた後で出てきますが、マッチまでが危惧性だと思いますね。今の北朝鮮よりもひどいんじゃないかと思います。で、戦争が始まって真珠湾で、臨時ニュースが流れて、真珠湾をやっつけたというふうなことで日本人は大喜びをいたします。で、この頃後で出てきますが、防空法の改正と、防空法というのはもっと前からできたんですが、それが厳しく改正されました。これが影響をいろいろ与えます。で、次の年、最初はマニュアルシンガポール占領して半年間ぐらいは良かったんです。ミッドウェー海戦で日本を負けました。ニュースではもちろん日本が勝ったことになっていますが、これはここで決定的な負けでしたじゃないですか。だから戦争をやめるのはこの辺が一番良かったですね。で、食料管理法はますます厳しくなり、婦人会は統合されて、国防婦人会、愛国婦人会、その他大日本婦人会というふうになって、女性も大変戦争に協力をいたします。で、途中で東海、東南海大地震なんかがありましたけども、これは規制されて一般の国民には知らされませんでした。で、ご存知のように味方かなるの絶対や東玉砕、台湾東玉砕、ケニア、南部東玉砕で、この頃になって兵法がそれまで20歳で徴兵だったんですが、17歳まで年齢が引き下げられます。私はこの時16歳でしたから、そろそろ危ないなと思いました。そうして強盗まで玉砕して、ドイツはこの年にも5月に降伏した日本だけになります。で、国民自衛隊、これは天皇陛下の命令である閣議決定という法律で、国民自衛隊、12歳以上は国のために働けということで、これが広島で中学生が多数犠牲になった報復のもとになります。で、さらに、沖縄戦があって、ご存知のように20万人の人が亡くなる。で、先ほどの3月、1945年の3月には、東京大空襲、下町の方が、やられて、ご存知のように、10万から12万の死者が、これも報告法で、逃げたらいかん、消さなきゃいかん、ということで、後で、警視庁の偉い人が、あの時逃げろと言えばよかったと、それ戦争場でからそういうことを言ってるんですが、そういうことがありました。で、その時代は国策に沿わなければ、国を挙げてのいじめが起こっております。非国民、食料の配給も、来ないというふうな、だから、もうお上の命令には必ず従わなければならないというふうなことになりまして、改正された防空法は、一定の区域内に居住する者に対して、期間を限り、その区域よりの退去を禁止、または制限し、退去を命ずることを
できる。命ずることはできるんですが、命じなかったんですね。だから東京の下町の人は逃げることもできない。一生懸命消そうと思って犠牲になったということです。で、先ほどの同じスライドですが、この、国民義務体制は先ほど言いましたが、これ義務体制。そうして、沖縄戦で20万の人が、移住民を含めて20万の人が亡くなりました。ご存知の通りです。そうして、その時の、沖縄戦には、悲鳴流体とか、熱血勤労体という、今の高等学校程度の中学の2年生、3年生、4年生、5年生が軍に協力させられます。で、中には、この兵隊さんの中で、軍人の中で、そこまでしちゃいかんだろうと。これは入札になってもいいから、そういう兵役に該当しないものを借り出していかんと。反対した軍人さんもいます。しかし、かなりの軍隊、今、協力をさせられまして、ご存知のように、女子高校生では、この、悲鳴流体で、まあ、これは一つの学校だけですから、これだけの死亡者、これは 80% だったんですね。そして、鉄血勤労体、これも沖縄市は県民推進の人たちが、これが 50% ぐらいになっています。で、これは兵役の義務はなかったんですけども、県知事さんとかなんかが協力を、軍隊法で命じたわけですね。で、さすがに国も法律に乗っ取らないで、戦争に引っ張り出して申し訳ない。申し訳ないからといって、悲鳴流体のある人は、靖国神社に無断で祀られて、遺族から文句を言ったというふうなこともあります。で、法律に合うように、沖縄が慰霊の記念日があるのは6月23日ですね。この前に23日にありました。22日に、合法的に男子は年齢15歳、に達するものから60歳までは自由兵役に該当する。女子は17歳から40歳というのを法律を作ります。で、1945年ですが、私ちょうど17歳、当たっちゃったということですね。ただその頃は法律を知らない人もいました。だから、高等教育を受けているような人は、自分は、そうそう、引っ張り出されるんだという気分がしたのが、この、終戦の年の6月22日になります。こういう状態だったんですね。そして、これも先ほど出ましたが、同じものですが、アメリカでは密かに原爆の実験、これは長崎型の原爆の実験が成功しました。そして、広島長崎に原爆を撃ち。ところが、これでも日本は降伏しないだろうという見通しもありました。昨日もテレビで言っておりましたけれども、救急で軍が反乱を起こすかもしれない。から修正はできないというような議論がありました。アメリカも降伏しないかもしれないので、ダウンフォール作戦というのを立てます。これは、45年の11月に、日本に上陸しよう。鹿児島県の志布志島、関東地方の九十九里ヶ浜に上陸しようという計画を立てます。で、日本の情報機関もその辺は把握をしておりまして、日本では結合作戦と称しておりましたが、やはりその辺に防備の統治下とか防備を作ったりします。まあ、幸いにも、ここまで戦争が伸びなくて、8月15日に終戦になるわけですが、
戦争というのは始めたらそこまでやるという人もいるんですね。死んだ人に申し訳ないから最後まで全員死ぬまでやる。これが戦争の恐ろしいです。だから始めたら終わるのが非常に難しいということになります。で、話が本題に戻りまして、8月6日エノラゲイという原爆を積んだ飛行機がテニアン島から出発をいたします。その前の日に1機 B29 がまず偵察に来て、広島が晴れてるかどうか来ます。だから前の日の夜遅く空襲警報が広島では出て、それが解除されました。だから私の母親も非常に眠かったと言っております。それから6日の朝、4機ですね、4機の B29 が広島に向けていきます。まず1機が最初に来て、本当に広島晴れてるかどうかというのを見て、これが早めに来たものですから、警戒警報が6時頃出ます。で、出て、それがいなくなったものだから解除されます。その後、1時間目が来て、残りの3機が来るわけですね。1機は原爆を積んだエノラゲイです。残りの2機は原爆の状況を把握するために写真を撮る、そういうための飛行機ですね。そして8時15分、今度は15分だという人がいますが、この爆弾を落とすわけですね。で、よく晴れた日ですから、被爆者が描いた絵の中に、こういうふうに子供が集まっていて、上を見てた。そうしたら、本当に飛行機が、1機、2機、3機。これは後から来たものですから、この3機だけが描かれて、非常に正確な絵です。で、広島の観光案内もいたしますと、広島というのはご存知かもしれませんが、今、新幹線が通っております。山本線も通っております。で、太田川という川が、昔は7つの支流だったんですが、今、この辺がまとめられて、6つの川が三角州。非常に平坦な土地で、原爆を落とすには理想的な土地なんですね。おそらく東京と広島にが一番最適だろうと思います。で、ここが分かれて、ここがアイルベスというところがあるんですが、これは7月25日にアメリカ機が撮影した写真としてアメリカから提供されております。アイオイガシ。これは自然が通っております。T 字型の非常に珍しい形をしたものですが、これを目標にして、目視で原爆を落としたわけです。ところが少し風に流されて、この辺に落ちるんですね。これが島病院というところですが、その上空600メートルで炸裂をするということになります。で、原爆ドームはそのちょっとこちらの、ここが原爆ドームで産業省令館という、きれいな学校の中で出てくる地元の銀行というのは、ここが自然が T 字型に通るというんですが、繁華街がこの辺です。この辺の住友銀行というところがありました。で、私は、この辺が広島の中心地ですが、そこから、東京で言えば、東京の山手線のとこから30キロぐらい離れた横浜ぐらいのところにある、広島県の一番すれすれのところですが、大竹、今は市になっているんですが、大竹町の工場で、私は5年生の中学を卒業して、そして、その次の段階の広島工業専門学校というところに入りました。そこで学徒動員、この工場で働いておりました。で、ここで、この機能工具を見たわけです。で、その工場で働いておりましたが、午前中は授業が
ありまして、その授業といっても、学問的な授業ではなくて、その日の朝、愛読将校が軍人直入というものをお前たちは覚えてるかどうか、試験をしに来るということで、午前中はその試験があるので、工場の教室で待っておりました。ところがなかなか来ない。で、さっき見たピカッと光ってドーンとなったのは何だろう、入道雲が出てきたけど何だろう、わからないままで私たちは授業のを待っておりました。しかし、山陽本線の列車がほとんど通ってない、音がしないのということを誰かが言い出しました。何か事故があったんだろう、配属将校が来ない、閉めたと。私たちは喜んでおりました。で、午前中経っても来ない。で、喜んでおりましたが、そのうちに、もう大竹から建物疎開、広島の建物を壊しに行った人たちが、傷ついて帰ってきた。広島で何か火薬庫が爆発したかもしれない。広島中が大変だというふうな話をこの人たちがするんですが、一向に詳しいことがわかりません。これは当時私がスケッチしたものですが、みんなこんな手を前にして、これはここから血が流れたり、顔が垂れたりしている人たち。で、そのうち、昼過ぎあたりになりますと、広島の空が赤くなります。で、これは私より、3つぐらい若い、有名な平山画伯が、広島聖天というのを、東壁画で描かれて、唯一の広島のを描いた平山画伯の絵です。本当にこう、かですね、あれだけの広さのところが燃え上がるわけですから、それは30キロ離れても大変なんです。平山画伯は、元近くで、やはり学徒動員で働いていける途中で、他の、ね、山というところから見た絵なんですが。で、やや専門的になりますが、原爆のお話をしますと、ウラン、広島の原爆というのは、ウラン235の 80% 濃縮したウラン、75キログラムを使って、こうして、ウラン235を離しておきますと、爆発しない、核分裂をしない。しかし、これを一緒にしてこうすると、逃げる中性子よりも中で、働く中性子の数が相対的に多くなりまして、これで爆発するわけです。ところが、75kg の中で 1kg しか、有効な爆発はしませんでした。それでもあのぐらいの被害を与えたわけです。これは話が違いますが、JCN という、フランの燃料を液体で、こういうふうに並べなければいけないものを、同じ溶石のものをこれだけまとめてしまった。それで、核分裂が起こって、3人のうち2人は死んだ。そういう、要するにこういうふうに逃げる中性子よりも中にとどまる中性子が多くなると、核分裂をするというのが、原子爆弾の原理でございます。で、そのウラン235が中性子をもらって、236になると途端にこれが不安定ですから、二つに分かれて、で、中性子がたくさん出る。そしてベータ線とかガンマ線が出る。これが放射線の障害。それからエネルギーが出るから、大きな爆発力とか、高い熱が出るというものであります。で、広島の原爆の、エネルギーは全体のうちの 50% が爆風、物理的な、力になります。そして 35% が熱線。で、熱線のうちの 62% がによって広島の家屋が全焼し、それから半焼が 24%、合わせて 86% が、
もう一日のうちに焼けてしまうということになります。でその他に放射線の障害が出てきます。で、それをさらに詳しく見ますと、爆風では圧力が高くなる制圧の場合と、それからその反動でマイナスの圧力になる、陰圧になる場合があります。これが広島の被爆を、悩まして、目ん玉が飛び出してみたり、お腹が飛び出してみたり、内臓が飛び出したりすることになる。で、1、2の放射線障害、放射線の障害が出るのは、もちろんで、急性子でいろんなものが、放射線になって、その放射能によって影響を受ける。ガンマ線、X 線も出る。そして、紫外線も出る、赤外線もマイクロ波も出る。マイクロ波というのは、皆様ご存知のように、電子レンジから出るのがマイクロ波です。で、生卵をマイクロ波に入れて、温めようとしますと爆発することがあります。これは卵の中身が、早く熱せられて、水蒸気になって爆発する。だから被爆者も、こういういろんな放射線の中にマイクロ波が入ったら、お腹が飛び出したりというふうなことがあるわけです。で、私は先ほど言いましたように、30キロ離れた大田市から、学生たちは、みんな親元は広島に残してるわけですから、心配でしょうがありません。真っ赤になった空を見て、歩いて帰ろうという人もいました。それから、工場が歩いて帰るのは、もちろん列車はありませんから、船を出してくれました。蒸気船ですね、小さな航空船です。で、ここが宮島。宮島の間を通って、広島まで船で行きました。まあ、ついでに観光案内して、今では広島から宮島まで、40分ぐらい、行く船があります。その逆コースを通ったわけですね。で、これが爆心から4キロの範囲、広島の旧市内がほとんどです。で、ちょっと先ほど言い忘れましたが、広島湾には大変被爆者を収容された二の島というのがあって、ここに秋富士というのがあります。日本人は富士山が大好きですが、これ250メートルぐらいの山ですが、富士山の向こうによく似てるから、これが秋富士と呼ばれて、広島でも富士見町とか富士見川という名前がございました。ついでに言いますと、母親は最終的にはここに収容されていたんです。ここに収容されていたとは分かりませんが、私はこの辺をうろうろしてたわけです。で、4キロというとどのぐらいかと言いますと、東京の都心に中心を置きますと、東西は新宿から両方ぐらい、北は巣鴨から浜松町ぐらい、ほぼ山手線の中というのが広島の旧市内、焼け払ったぐらいのところになります。船で、広島に近づいたときに私が目にしたのが、これを焼け払うという名前を付けましたが、船ですかね、鯉の、野生の鯉と言いましょう。それがふら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 泳いでいます。で、魚というのは死ねば、横向きになったり、お腹を出したりします。ちゃんと立ったまま、ふらふら。そして、見ると、背びれがない。で、どうも中身が見える。というふうな魚で、変な魚だなと手を伸ばして捕まえようと思ったら逃げるんです。で、逃げてまた泳いでる。で、まあ、その時はそのまま、下が、これは原爆で水面近くで被爆したんだなということが後で分かります。で、これは先ほど言いました。被爆前の、広島
ですが、これは被爆後、やはりアメリカ空軍が写した8月8日の写真というのが公表された。ここにあった木造の橋は壊れて渡れなくなっています。この辺の木造の建物はほとんど潰れて、建物が整然とした街の変化効果がありません。で、これは横から見た、これが先ほどの T 字型の橋ですが、やはり、焼けた後の広島市です。で、私の家はこの辺にあります。この辺が原爆ドームで爆心ですが、約1キロ、正確に言うと 1.1 キロぐらいのところにありました。で、船から上がって、私はここまで、渡れる橋を渡って、たどり着いたわけです。で、たどり着いたら、女の人の死体があったりなんかして、もう焼け焦げていますから、母親かどうかわからないというふうな状況です。で、その他のこととして、プロヤルの話をしておきますが、これが先ほど4キロの範囲内です。4キロの範囲内から、こんなに北の方、さらには、もっとこちらの方まで、湧き上がった噴煙で、8時頃、8時15分に爆発したんですが、9時頃には広島は真っ暗になったそうです。これは、埃とか、なんかが全滅で、湧き上がって、太陽の光が遮られて真っ暗になった。そして、その噴煙が今度は雨になって落ちてきます。それが黒い雨と言われるもので、放射性の生成物がたくさん含んでいたということが分かっています。まあ、ついでですが、この浅南区とか浅北区とか、この辺が、去年水害があった場所です。だから、広島の中心街は、旧市内はこの辺ですが、今の住宅街、まあ、この辺まで伸びているということです。で、これは被爆者が描いた絵で、黒い雨の中を、避難して、まあ、かなりの人がこの喉が渇いて、この黒い雨の水を飲んだと言われております。で、私が到着したのは、次の日の朝、4時から5時ごろ、明け方、まだ、これは本土に行って、橋から500メートルぐらいの所ですが、水蒸気が立っている。これ、前日降った黒い雨、水蒸気ですね。で、私の家の周りも水蒸気がたくさん立っておりまして、これは先ほどの相生橋、3日目には自然をかろうじて動かしたという、この自然のトップになっています。これは、歩道がめくり上がっている、そういう状況です。だからこういうところを、渡れるところを渡りながら、母親を探し回ったわけです。で、これが秋富士という250メートルです。私の自宅はこの辺にあったはずなんです。これは戦後米軍が写した写真、カラー写真。先ほど言い忘れましたが、ビニール区でカラー写真を撮りに行った、飛行機も、アメリカではカラー写真はその頃ある程度もう普及してたんですが、ただ写真の撮影に失敗して、原爆の写真は黒白しか残っておりません。ですが、戦後の広島を写したのは、こういうカラー写真もあります。これは私が爆心地のあたりのホテルから撮ったところで、かろうじて建物の上に立ち崩れるようになります。海のところまで焼けてしまっていますから、広島は4キロ以上焼けの、で、これも先ほどお見せした、焼け跡ですが、自宅がこの辺、というところで、住友銀行、これを、お見せをいたします。今は三井住友銀行になっておりますが、この住友銀行を広島支店、
これは花崗岩御影石でできた、なかなか中国地方では一番大きいような銀行でした。で、そこに、この辺に黒い影が、炭が残って、で、おそらく8月3日は月曜日ですが、月曜日9時から開く銀行の前で、誰かが押しかけて待ってたんだろうと思われます。それが、そのまま焼けて、人間の体の臨産炎が塞ぎますが、花崗岩を使う人には価格が、臨酸ナトリウムとか炭酸ナトリウムと一緒にすると石の融点が下がって溶けやすくなる。それで分析ができる。これは人間が有害になって、溶かす薬になって花崗岩がこういうふうに一部溶けて、この辺はもう洗ってありましたが、黒い墨が残っておりました。で、10年ぐらいそれは残っておりましたが、あまりにも悲惨だということで、その道銀行が新しく、現在ではこういうふうな水で住むものになっております。で、先ほどの石段は原爆資料館に部分的に、収納されて、見学者が見ることであります。で、これも広島平和記念資料館の展示のことだったんですが、これは老人形で、プラスチックで作られた、こういう被爆者を皮膚が立たれて、皮膚が落ちかかっているという親子の写真です。これは非常によく出て、できていて、私はリアルかなと思ったんですが、気持ちが悪いという人をいたりして、今では平和記念資料館の一般公開されなくなりました。収納されて、随分新聞とか放送なんかでは、これは保存しろと、公開しろという意見もありましたが、やっぱり客商売ですかね、平和記念館は。お客さんが嫌がるものは見せたくないということなんでしょう。ただ、捨てられてはいません。収納されてまたいつか出てくるかもしれません。で、これは、450メートルのところの、石像です。石像の一部、焼け落ちて、顔が焼けております。衣装にはこういうふうに溶けている。で、茶碗は上靴に同士がくっついて、こういう、ものはたくさん、残っています。見たかしでも、誰かがこういうのを一部保存されてるんですね。で、今度展示がされるところの下ですか。なんか、そういう技術も見たかしでも持ってる人がいるようです。で、そういう惨状を記録した絵がございます。これはニューヨークまで、展示されたマルティン・ギリさんの、ギリ・マルティスタインの原爆の時計が、これは部分的なものですが、少年少女を描いたものがあります。ですが、私は素人が描いた被爆者の絵の方が、実際に私が見た印象に近いという気がしております。こんな金銭の取れた、高校生のいい死体はほとんど見かけませんでした。丸田坊みたいなものの方がはるかに多かったです。で、NHK の広島支局が原爆の絵というのを出しました。その後、原爆資料館でも被爆者から集めた絵を、これ岩波から出して、で、その中にたくさん子供を抱えた母親のこういう格好で死んだ絵ですね。で、これは顔がまん丸になっているのは絵が下手なだけではないと。先ほどのように電子顕微鏡で膨らんだような子供の顔も丸。そのまま死んでる人がたくさんいました。で、その当時は東京でもどこでも全国防火用水というのがありました。
これは焼夷弾を消すために、各家の前に御道具を用意しろというのが僕の方で、この中にも水が、やけどで、の被害者というのは、体の水分も奪われている、そうでなくても、やけどで熱い、水が欲しくてしょうがない、水と言って、水を求めて川に行ったり、防衛をする。水を飲んでそのまま死んでしまう。で、私は母親を、最初は焼け跡の私の自宅の前にあった半焦げの、女性の死体が母親だろうと思うんですが、入れ歯を調べると、母親でないということ、それから1週間探すことになって、こういうところに行って、こういう顔を見ながら、母親はどこにいるんだろうと思って回ったわけですが、だから崩壊の水が非常にたくさん見てまいりました。でこれは下の2階にも展示されておりますが、やはり被害者が描いた崩壊の水に顔を突っ込んだまま、そのままがっくりと生き返る。絵の具を塗るのが胸が痛かったというふうなことが書いてあります。で母親を探すのに一番苦労したのは、もう顔つきが変わっておりますから、こちらから顔を見て母親だということが、もう到底できないんですね。で、こういういろんな50何箇所、救護所ができたという記録がありますが、広島市内を毎日毎日歩き回りました。私のいとこも時々一緒に行ってくれました。でこういうもう、乱雑に並べられたような負傷者の中で歩き回って、私が顔を近づけて、向こうから私の名前、ヒロトシと呼んでくれるのを待つよりしょうがない。だから、一人一人こう見て回るというんで、もうそういう時は、人間というのは、どこまで神経が十分できてるんでしょう。私も気持ち悪いと何とも思わなかった。で今でも残機の念に耐えないのは、こういうところに誰かが元気な人がいると、痛いよ、痛いよと言ったり、水をちょうだいとか水とかいう人ばっかりなんですね。だけど水をあげたら死ぬというあれもありますし、もちろん心の余裕がないし、そのに構っちゃいられない。人間とか私を含めて、それだけ残酷なもんだなというのが、今でもこういう話をするたびに思い出さざるを得ないことなんです。だけど、まあそれだけ人間の丈夫に作られているのかもしれません。で、これは何年間も私の記憶にあった、そういう被爆者が自分の他に痛いようというのは2、3日すると、肺は丈夫なもんで、こういうところに卵を産むんです。そして卵をかえって、うちが這い回る。それが痛いんでしょう。まあ、それは当然そうだと思いますが、自分ではもちろん、指先はこんなになってますから、取ることできません。痛いよ。これは今でも本当に耳について離れないですね。だから、この光景は、ずっと70年近く記憶に残ったんですが、絵に描くことができなかった。やっとしかし、生きてる間に描いておこうと描いたのが、この絵です。で、先ほど、被爆者が描いた絵にもありました。これが自然のレールですが、そういうところに子供を助けようと思って、手を伸ばしたまんま、亡くなっている母親、この姿は非常にたくさん見ました。で、今思うのは、この子供はしかしある意味では実の母親に殺されたり虐待される、今の時代の子供よりも幸せではないかという気が今ではしております。まあ、その他にも、こう上げればきりがありませんが、
学者が書いた絵があります。これは先ほどのように内臓が飛び出したり、目玉が飛び出したり、こういう死体もたくさんいましたが、本当に不思議なもんで、鈍感になるんですね。人間の神経というのはどこまで鈍感になれるのかと思います。で、彫刻家で広島から彫刻を頼まれた有名な本郷氏、地形は雑味の声なんかの像を作った人ですが、それが頼まれて作ったのは、やはり、その、子供を抱えて、それを守る母親の姿だったんでしょう。これが記念館の前に残っております。水を欲しがった被爆者、記念してから広島の公園にはたくさんの水があります。